皆さんお菓子はお好きですか？僕は大好きです。お菓子の取り方をアップしてほしいっていうコメントをいただいて、あげるたびに結構大好評いただいてる。今回は超大人気動画になります。ゲームセンターのお菓子完全攻略やってきます。ガチで攻略します。どこのゲームセンターでも使えるようなテクニック、狙い方、おすすめの狙い方、僕だったらこう取るっていうのを、やります。で、今回撮影させていただく店舗は新しくリニューアルオープンしたおたちゅう新潟本店さんで、フィギュアもぬいぐるみもたくさんあるんですけど、お菓子がとにかくめちゃくちゃあるんで完全攻略して、目標値としては買うより安くってのを狙っていきたいと思います。早速買い飲み行きます。僕の幼なじみで苦しんで肯定する翔子ってやつがいるんですけど、あいつの家に行くと決まって3時におばあちゃんがお菓子を持ってきてくれました。そのお菓子がチョコパイでした。取ってきます。まずこういった景品でなんか横にするイメージがあって、よし、やったです。寄せすぎるとハマっちゃうんで、寄せ甘めで両爪使ってあげるっていうのがポイントです。さすがにうさんくさかったんでもうこれやってきます。両爪使うイメージでこんな感じで、右アームがこっちの角よりも若干奥、左アームがこっちの角よりも若干奥って感じで、で両アーム使って動かしていきます。こんな感じで硬いだったら倒れるだけかなっていうイメージあるんで、あとはもうこの残ったここを剥がせばゲットです。よし、こんな感じで寄せずに両アームで動かしていくのがポイントです。よっしゃ、こんな感じで両アームで動かしてみてください。箱物いきます。僕の高校の時の親友で蒲田で持った男に追っかけられたイバちゃんがいるんですけど、イバちゃんがこういうブラックサンダー好きだったんで取ってきます。この箱状は右アームに寄せて手前の法則です。大体右アーム寄せて手前狙います。なんでこれ狙うかって理由があるんですけど、狙いやすいからです。そもそも右アーム寄せて手前狙うのが、今のは箱が長いんで手前すぎるとかかって抜けちゃうんで、今度は右アーム寄せて手前のバーでも若干奥目から、なるべくアームと景品が引っかかっている時間長くなれば動きも大きく出るんで、こんな感じで動きをつけて斜めにしていきます。この箱は横にして最終的に押さえ掛けか手前のせっていう取り方がいいと思うんで、とりあえず横にしていきます。よし。で、箱を横にするやり方があるんですけど、左アーム寄せると箱を横にするんですけど、手前に引っ張ったり奥に行ったりするのは寄せてない方のアームの役割で、そっちを添えてあげた方が動きが大きく出ると思います。これでいうと左アーム寄せると奥を右には振るんですけど、右アームを入れることで右アームが手前に引っ張ってくれます、そのアクションめっちゃ大事です。これで横にしていきます。これも今度左アームが奥に送ってくれるアクションで、よし、ここまで横になったらこの箱サイズは最掛けで取れると思うんだよな。取れなかったら手前のせにします。で、浮いてる角を左アームで押さえます、押さえて右を箱の側面に入れて引き抜くやつ。よし、やりました。押さえて右を箱の側面に入れて引き抜くやつ。よし、やりました。こんな感じで横にしてっていくのが一番早いです。両爪使うのがおすすめです。まあこれ持って蒲田でも行ってきます。僕の小学校の時の友達で石黒ってやつがいるんですけど、先生が授業でシャーシンだけは絶対コンセントにぶっ刺すな、危ないからやめろって言った次の休み時間にシャーシンをコンセントにぶっ刺してやけどしてました。そんな石黒くん、アンパンマンに顔が似てるんでやってきます。これちょっと右寄せ手前の法則分かったと思うんで、今回変わったやり方、先位置でも奥が落ちそうなんですよ。若干手前に来てるんで、この場合寄せ甘めで真ん中より若干手前を持つだけでふわっと手前を持ち上げて一手に奥をはめてくれます。こういう初期位置は見逃さないでほしいです。これで一手ではまります。今右が押しそうで左がめっちゃバーに乗ってる場合、左側を手前に引いていきたいんで、左アーム寄せて手前に狙います。そうすると左アームが干渉する時間長いんで、左側を手前に引っ張りながら奥を沈めてくれます、これを繰り返していきます。今この状態でも左側が奥行ってるんで、左アーム寄せて手前狙って、どんどん左の奥側を引っ張っていきます。よし、勝ったのは予想外だったんですけど、一回倒して元の位置に戻します。倒れます。アンパンマン体幹いいな。左側がもう落ちてるんで、右網をして奥狙って取っちゃいます。これで落ちろ落ちろ、これ繰り返す感じですかね。今右手前に隙間あるんで、今度左寄せます。いけいけ、落ちろ。よし、ゲットしました。せっかくなんで違うブースでやっていくんですが、おー、もう一回します。ごめんなさい。ということでちゃんとします。真ん中ぐらいで、真ん中より若干手前、この場合初期位置あんまりど真ん中だったんであんまり変わんないんですけど、こう持つと意外とこの重心側持つと持ち上げつつもどっちかがはまってくれるっていう狙いが本当にあります。本当です。真ん中持っていてください。一回これ奥持って手前に倒しちゃいます。なんとなく固まっちゃいました。よし、本当は1手でこの形になってほしかったんですけど、僕は200円使いました。であとはこの左側がどんどん引っ張っていきたいんで、これ左アームに寄せて、ここ手前持って奥を沈めるっていう定石の狙いなんですけど、今爪が抜けたのはもしかしたらこの状態爪じゃなくて肘からかけた方がいいと思うんで、バーテイストがストップボタン使わず下までアームを潜り込ませます。下まで行き過ぎな気がするんですけどきたー。右アーム寄せて手前狙います。よし、来た。高さがあるバーに乗った場合のケースなんですけど、スライドっていうのが得意で、奥の角を右に振って角を外します。バーから左アーム寄せて奥、ストップボタン使わずに、で肘からギュギュギュってこれやりました。これ高さのあるバーに乗ってる時おすすめです。僕の同級生で大塚ってやつがいるんですけど、高校受験失敗しちゃったんですよ。失敗して悔しくてたまんないからめっちゃ勉強して大学は同志社に行ったっていうやつがいるんですよ。そいつから学びました。失敗から学んで未来に向かって突き進めって僕の人生のバイブルになってる男です。そいつが多分好きです。このチョコレート取ってきます。斜め置きなんで両アーム使って横にしていくって感じがいいと思います。左爪が左奥から奥、これで両爪でこう横に振っていく、いいと思います。これも繰り返していきます。横にするのは両アーム使って、右アームがこっちの角よりも奥、左アームがこっちの角より奥、これ横にしていきます、あまり動きが出なかったんですよ。このパターンあると思うんですけど、ここから一気に端にはめる方法があって、時計回りにねじれた後反時計に戻るんですよ。これ UFO9 ってやつが、だからバランスキャッチ気味に持つんですよ。バランスキャッチ気味に持つと上昇時にまた反時計に戻ってはまってくれるっていう、こんな感じで、はまりはしなかったですけど横になりました。ここから一気にはめていきます。今回は奥をはめていきます。右奥に隙間あるんで、左アームに寄せて手前狙うと手前を持ち上げて左を手前に引きつつ奥をはめてくれます。こんな感じで奥がはまりました。これめっちゃチャンスです。よし、横にしてはめれば取れます。手前持ち上げるとこうなって奥がはまってきます。手前持ってあげてください。寄せていくと隙間作って動きが出やすくなるんで、少し寄せて手前持って、手前落とした場合は奥持つとこう手前がはまっていきます。大塚、僕も頑張ってるよ。保育園の頃に姉貴と一緒にキュウリを塩で揉んだやつを家の庭で売ってたんですよ。まあ誰も買うわけないじゃないですか。でも僕の祖父だけがそれもしよかったらくれって言って買ってくれたんですよ。優しかったです。そのもらった数十円を握りしめて、家から一番近くの駄菓子屋でこのガムを買いました。やってきます。よし。でこれ意外と思うのが、押すんですよね。角を押してあげる。ちょっとこれ押します。こんな感じで倒れます。初期位置にします。仕切り直しでいくんですけど、ふと気づいた時にそのまんまソーダだけなんかテープがないんですよ。めっちゃ滑りそうじゃんってことなんで、そのまんまソーダをそのまんま狙っていきます。思い出の味はコーラなんですけど、ほら滑った。ソーダいいらね。じゃコーラいきます。コーラテープあるんですよね。なんかまあ押してきますね。右と左出てる方があるんですけど、多分出てる方を押すとそのままさっきみたいに流れちゃうんで、出てない方を押してきます。右側かな、これで言うと。おっしゃ、奇跡。奇跡って言っちゃダメか、はい、攻略です。押すのかな、押しましょう。出てない方、出てる方を押すとそのまま流れてこっち行っちゃうんで、これとあんま出てない右側を押すとその流れずに動きを出してくれる。右側を押してきます。そう、あ、こんな感じで、流れずに動き出せました。その奥両アームでつまんでも出ると思うんですよ。滑り止めついてないんで、それ一回やってみます。これでキュッて、まあいかない時もありますよね。それで流れるか流れないか問題なんですけど、こうやって角度ついたら手前に流れたら問題ないじゃないですか。だからそのまま出てる右側の方を右アームで押すとそのまま流れて手前にストーンって来ないかなと思って右手の押します。ストーンって流れろ。よっしゃ、やった。よし、やってきます。僕の中学の同級生に佐藤ってやつがいるんですけど、転校してきて最初の5日間で5日間違うやつと喧嘩した破天荒佐藤がいるんですけど、あいつが就職の時に牛丼屋さんかパチンコ屋さんか選べってなって、もう彼はパチンコ屋を選びました。チョコアンパンがパチンコの玉に見えたんでやってきます。それは右アームに寄せて手前でいいと思います。で動きを出します。なんでこれがいいかって、ただ単に近いから狙いやすいからです。子供とか女性の方とか結構お菓子とか好きでされると思うんですけど、こういう視野になると奥行きってめっちゃ狙いにくいんですよ。だから初手は手前でいいと思って、よくそう言ってます。あと回していきます。当てちゃった。危ない。押しが結構強い感じだったんで回していきます。よし。この箱サイズだからなんですけど、逆畳みでストーンとするより一回右アーム寄せて手前で角度つけます。よし。で次奥側狙って手前に乗せます。なんでそういう狙いしたかって、手前振っていくと奥沈むんですけど、結構ねじれが強かったんで結構うまくフィニッシュが決まりにくいのかなと思って、これで若干左アーム寄せると箱の奥を右に振ってくれます。左アームが寄ってるんで、右アームが下にかかると右アームのパワーでその景品を手前に引っ張ってくれます。横にする動きと手前に引っ張る動きが重なると奥の角が外れます。よし、ゲットです。ちなみにこのおじさん髪の毛生えてますけど、佐藤は坊主でした。高校の時バンドやってたんですけど、バンドメンバーにタクシっていう名前のやつがいたんですよ。タクシっていう漢字もタクシって感じで2年間バンドやってたんですけど、ラストライブの時にタクシーの地元のやつがアシスタントに入ってくれて、ふと僕に「ヒロシ見た?」って言われて「ヒロシって誰だよ?」ってなって「いやヒロシタクシー」って言って「え?」よく漢字がタクシーって漢字だから間違えられて、本名はヒロシなのにタクシーって呼ばれるからあだ名がタクシーってことに、同じバンドメンバーなのに2年目のラストライブの時に知りました。いきます。これも右arm寄せ手前の法則で進めます。まっすぐ置きのお菓子は全部それでいいと思います。でこれで斜め置きみたいな形になりますが、こうなったらまたさっきみたいに右arm使って手前に引っ張りつつ角度変えていきます。両爪使うイメージで、そいつとも今結構飲み行ったりするんですけど、こういうお菓子が好きそうです。タクシー頑張れよ。本名はヒロシだけど、ちなみにそいつの SNS の名前も全部タクシーでやってたんですよ。ややこしい、ややこしすぎる。ちなみに今ではヒロシって呼んでます。よし、でも右爪使って手前に引っ張るっていうのが結構大事なのかなと思います。今ので一時落ちてほしかったんですけど、これで手前持てばゲットです。ちなみにあれタクシーはベーシストでした。そっちかい。よし、やりました。タッカーの合宿の時に同級生と初めて夜を過ごすっていうのでめっちゃテンション上がって、夜中までずーっと騒いでたんですよ、さっきの合宿中。それめっちゃ監督が怒っちゃって「おめえこっちで寝よ」って言って監督の部屋で寝たやつがいます。そいつがこれ好きそうです。監督と一緒に夜を過ごした男、僕です。よし、やってきます。これも右アーム寄せ手前で、よし、で今左奥に隙間あるんで右アーム寄せ手前狙って奥はめます。よし、よっしゃー、顔より安い。ちなみに先月その監督と会う機会があったんですけど、監督に「頑張ってっか、お前はもう一人前の大人になったんだから」きっちりと責任感持って頑張れよっていうありがたいお言葉をいただきました。監督頑張ります。高校の同級生に村山ってやつがいるんですけど、そいつが修学旅行の時に彼女のいる部屋に行って翌日先生にめちゃくちゃ怒られるっていう村山君、辛いの大好きで牛丼でもラーメンでも辛い物質が卓上にあったらすぐにぶっ込むやつ、そいつが辛いの好きなんでこれやってきます。右アーム寄せの法則、これっすね。であとは箱を横にしていくんですけど、この場合右奥角がバーに乗ってるんで、この場合一回右アーム使って手前に引っ張るんじゃなくて左アームだけ寄せて箱をもうちょい手前に絞り出します。これで絞り出すイメージで。ちなみにゆうちんはサッカー部だったんですけど、朝練前に彼女の家に行くっていう、それでめちゃくちゃ眠すぎて朝練集中できないっていう、はい、村山くんです。でこうなったら右アーム使って手前に引っ張ります。よし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 、若干右アーム寄せて右アーム寄せて右奥角を手前に引きつつ、よし、左アームが奥行ったんでひっくり返るってアクションまではいかなかったんですけど、右アームを寄せたことで箱を手前に引っ張りました。あとひっくり返して終わりなんですけど、アームの初形的にひっくり返せないんでつきます。朝練しっかりしろよ。あ、干せないの。あれれれれ、これで難しくなっちゃう。押す角度が敏感な時はギリギリ奥側かつちょっと端っこをしてあげると意外とうまくいったりします。うわ、すごいことになっちゃった。逆にこれいいと思ってて失敗をしちゃったんですけど、逆にいいと思ってて、これで両アームで手前持つと多分左アーム寄ってるんでった。ミスが目立つ。左アーム寄せて一気に返します。ここでよし、ちょっと失敗しちゃったな。結構失敗あったんですけど、狙いは右アーム寄せて手前手前手前で返すでいいと思います。村山君は今アイドルの追っかけしてます。よく小学校の先輩で藤田先輩って人いたんですけど、まあ悪いことは全部やってきてる先輩なんですよ。でその先輩が地元の七夕祭りの時に短冊に願い事書いて、何の願い事書いたんですかって聞いた時に、喧嘩日本一位だよ、プロボクサーだよって言ってたんですよ。で僕が犬の散歩してる時に偶然その短冊見てたら、先輩が書いてた言葉が「喧嘩日本一」じゃなくて「おばあちゃんを生き返らせてほしい」って書いてあったんですよ。だからね、なんだろう、悪いことしてて不器用なだけでめっちゃ心の優しい先輩でした。よし、ということで右アーム寄せ手前の法則でどんどん箱横にしていきます。ちなみに僕は字がうまく書けますようにって願い事書いてました、その時字がうまく書けますようにって願うんじゃなくて努力者だろ。よし、箱横にする時は寄せてない方、今右アーム寄せてるんですけど、寄せてない左爪もしっかり使ってあげるのがポイントです。左爪で奥に送る。よし、今手前が外れそうなんですけど、手前外すと倒れちゃうんで、今度は奥狙います。これで奥外します。落ちろ。まあまあまあ、もう手前外せば落ちるんで、こう手前外していきます。外し方は、奥に送るってイメージで左爪もしっかり使って奥に送れば取れます。これ箱でかすぎて入んないけど、絞ればいけるいけるいける。絞ってる。さすがにこんだけでかいとお店側の設定的にもパワー入ってるんでいけそうですね。左アーム寄せて縁が大きそうだったので縁にかけます。よし、これでいけいけいけ。あ、縁いかないか。縁にかけます。はい縁いっちゃって、よし、全然違うけど取れました。先輩、僕は頑張ってます。